奥藤。柴田町の陸上自衛隊船岡駐屯地で行われた二十歳の集いでは、はじめに能登半島地震で犠牲になった人たちに黙祷が捧げられました。式には二十歳を迎えた隊員25人のうち15人が出席し、駐屯地司令の黒羽明陸将補が物事の真偽や優劣などを見分ける力をつけてほしいと激励しました。その後、一人一人が色紙に書いた漢字を発表し、決意を述べました。私の選んだ漢字は、発という漢字です。自分の考えや意見を発信、発言できる大人になります。船岡駐屯地では、能登半島地震の被災地支援のため、現在隊員7人が、物資の輸送を目的に現地で活動しています。自分がもし行くことになったならば、精一杯地域の人の被災された方のことを考えて行動できるような自衛官になりたいと思います。隊員たちは今後の任務に向けて決意を新たにしていました。